浅野長重は江戸時代初期の戸山大名、浅野長政の三男として大御国に生まれる。母の姉、ネネが豊臣秀吉に嫁いでいる関係で、浅野家は豊臣時代に優遇され、秀吉は長重を死がなかった、宇都宮国綱の養子にさせようと宇都宮家に働きかけを行った。文禄2年5月に国綱は一度了承したものの、 国綱の弟である羽賀公部の反対によりこの計画は中止となった。慶長4年には徳川家康の命令で江戸へ移り、翌年1月から家康の三男、秀忠の故障として使えるようになった。この年春に1五位した根目星に除任された。また7月には秀忠が合図性抜のために出陣し、長重も従軍を希望したが、 まだ15歳になっていないとの理由で、江戸へ戻された。慶長五年の関ヶ原の戦いでの朝の一族の先行は著しかったので、慶長六年に、羽賀公部の丘陵である下野家猛賀に万国が与えられた。さらに慶長七年には、家康の幼女となっていた松平や清の娘と結婚。慶長十年、秀忠の将軍宣言のための上落に供した。 慶長16年に、父、長政の死去に伴い、隠居領として与えられていた日立真壁五万国を相続し、もうか二万国は幕府に返上する。朝の長重の墓、長政の後を継ぎ、関ヶ原の戦いの後期の国を領していた長兄の吉長が慶長18年に死去すると、重心の朝の始終は徳川家と親しい。 長井を後継に押すが、吉永の遺言と、長政正室、朝鮮院の終戦により、浅野忠義らがお筋系の長明が、奇襲藩主を継ぐこととなった。慶長19年に、大久保忠近が解役された際には、安藤重信、本田忠ともと共に、小田原へ赴いている。また同年の大阪冬の陣にも出陣し、夏の陣の天皇寺、岡山の戦いでは先陣を切って、 毛利勝ながら豊富方先方隊と戦い、浅野家は、家臣30人、増票100人余りを失い敗走するものの、豊富方の主級60を挙げて一矢報いた。また同戦では、大石義勝が活躍し、この先行をもって1500国を配慮し、筆頭家老となった大石家は、浅野家の永代家老いへとされた。赤穂老子の大石倉之助で有名な大石義雄は、 この家系から出ている。源那八年に、本田正澄が海域となった際に、宇都宮城の修城市を務める。また同年、家造転保をさせるという内容を受けたが、長重は、新壁の領有を望んで認められ、新壁を含む五万三千五百国とされて、笠間藩主に転じた。官営四年には、道の区国若松城に在番し、官営六年には、 江戸城西丸の不審に携わった。寛永9年9月3日に死去した。去年45、父、長政と同じ真壁伝聖寺に葬られた。墓所は科学寺にもある。家督は長男の長時間が継いだ。ありがとうございます。